最初から難しかったですが乗り切りました。これから難しくなっていくのに心配になってきたぜ。編成はご覧の通りレベル20以下。どこかで詰まった場合はやっぱりガチャを引きます。完璧な攻略方法だな。蝶猫祭に合わせてチケット収集中。勝ちますぞ。例により後手で勝負。普通先手を取った方が楽なんだけどな。まあさすがにそれはできないか。簡単に言いますとそんなに強いキャラを持ってないんです。一見強い黒キャスも出せなければ意味ないからな。一気にダメージを与えられるキャラがいないんですよね。編成次第で攻略方法は変わりますが、ピクシーズを入手してると便利。ステータスも良好なので強いです。特徴も大事だが素の能力は絶対だからな。超打たれ強くて攻撃力低下だけではちょっと弱いですが、体力10万という数字がさらに強さを引き出してます。白ガルも似たような数字だが、打たれ強いと超打たれ強いは差があるからな。防御面と攻撃面はいいとして、目下の問題は妨害薬が少ないこと、赤とか天使に有効な妨害が欲しいです。なおどちらもレベル30だったら何の問題もないのが特徴。20と30の差はやっぱり大きいな。幸いここはエイリアンステージ。持ってるキャラをちゃんと使えば勝てます。問題は眉毛取りとメタルワンコだな。ハリケーンを合わせてもすぐにやられてしまうぜ。そこでクロノスの出番。妨害している間にメタルワンコを倒していきます。だが確率は残酷。攻撃が当たってもクリティカルは出なかったぜ。でもメタルワンコが実績に前に出てくれました。クロノスが危ないですが猫で攻撃できます。だがちょっと敵にも寄られてしまったな。後方にいるキャラで攻撃続行。ヒットバックできる間は整えることができます。できれば押される前に攻撃したいんだけどな。持ちキャラは優秀ですが本来の性能は活かせません。それが今回用意した縛りです。最低ガチャ引いてればレベル30にはなれるから、これは結構大きなハンデを背負ってるな。マリサはどのステージで積むと思う？いつ積んでもおかしくないが、通勤ラッシュはどうにもできないんじゃないのか。ではノーアイテムでクリアしてみせます。言っておくがそれより手前で負けてもおかしくないからな。ニャンキーが使わずにできるだけ進めていきますとも、なお毎日やってると手が疲れるんですよね。攻略だけじゃなく編集でキーボード叩いてるのが原因だな。垂れ流しだけでは証明にはならないから、実況は必要だぜ。膠着状態が長く続いてますが、位置は安定して攻撃できてるので一安心。お金は十分準備してるので、再生産できるようになったら押していきます。まだまだ時間はかかりそうだが、状況は膠着してるから対処できるな。敵は増えても数は少ないのと。こちらはすでに働き猫最高。黒キャスも出したから攻撃が加速するぜ。状況的にはルミナリアを出したいですが、もう少しの我慢。一応一体出てるんだがもっと出したいのか。接近を許したくないんです。さあもうちょっと頑張れば勝てます。白ガルはやられたが、ルミナリアは2体いるからな。守りの面では結構有利になったんじゃないか。サイバー X がしぶといですが、数は出してるのでもう一押し。猫が前に進み足したってことは、一応敵を倒したわけですね。あとは何が出てきても対応は可能。攻略自体が遅れてはいるのですが、イベントの数が増えてるので優先度が変わります。開催期間もあるからうまく攻略していかないとな。ガチャを引けるだけ引くためにも、チケット集めは大事だぜ。猫缶は確定か切り札ですからね。間に合わないでしょうが白ガルを出します。足が遅いよな。ゾンビキラーならそっちの方がいい場合もあるよ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。皆さんはどこで攻略できなくなると思いますか？